最近ね番組の内容が藤だらだという指摘を受けてますけども、藤だらですか、ね、藤だらだというふうに聞こえるあなたが藤だらな思いを多分巡らせてるだけかなと、まあ、思いますね、まあ、ラジオの楽しさってそこですから。小説とかと一緒でいろんな想像ができるんですよ。例えば言葉一つでもね、はい、いろいろ勘違いできますからね、うん、その勘違いこそが人間の楽しさかな。動物とかって多分あんまり勘違いとかしないですからね、うんうん、いろいろ語り始めてますけど何ですかこれ。これ気になってたんですけど、これはちょっと仕事で京都方面に行ってきたので、はい、でちょっと面白いものを見つけたので、もともと僕この一味唐辛子は持ってるんですけど、家に。何の？マイコハンヒーヒーっていう。知らない。マイコハンヒーヒー、これヒーヒー言ってるでしょ、これ顔ね。マイコハンがヒーヒー言ってる、一味唐辛子があって、はい、それのサービスエリアにあったらカレーせんべいがあったので、うんうんうん、今回はね、ひとみハンヒーヒーになってもらおうと思って。ひとみハン。ひとみハンヒーヒー。言い方が大事。ひとみハンヒーヒーになってもらおう。歯はちょっと抜ける感じなんですか。ハンヒーヒー。上手。黙らせてください。これ黙らせて。ヒーヒー忘れましょうよ。ひとみハンにヒーヒー言ってもらおうと思って今日は買ってきましたんでね。ぜひとも皆さん、ね、ちょっとチェックして。帰ってくる途中我慢できずにちょっと食べちゃったんですよ。食べてない。食べてないよ。今すげえ楽に開いた感じしましたけど。あ、そう？はい。青って、いやちょっと吸いすぎました。結構きそうですねこれ。吸いすぎましたね、うん、ね、吸いすぎると時々痛いって言って怒られるからね。はい、ちゃんとする匂いがいいって思いますけどね。これはい、瞳半にヒーヒーって。いいですか、はい、ありがとうございます。食べてみて。これいただきます、うん、いただきます、はい、うん、いい匂い。おいしい。え？え？ヒーヒー言わない。うん。え？あれ、おいしいです。全然おいしい。辛くないん？食べてみて。うん、食べてみてください。いただきまーす。結構、辛子も見えますからね、赤い点々。これもっとこう、舐めるように食べてみて。え？うん。一口目は辛くない感じするけど、後からやっぱ来ますよ。うん、来る。あ、カレー。あ、マスさん、何も言わなくてももう分かります。ちょっとこの辺で移してあげてください。めっちゃ辛いでしょ。え？え？辛くないのかこれ。いや、辛いよ。美味しい、めっちゃ辛い。だいぶ辛いよ、これ。え、もうすごい汗吹き出したもん、俺一気に。本当だ。え美味しいですけどね。もう美味しい、美味しい、美味しいです。どう辛い、これ、うん、なんで俺だけ汗かいてるの。あれ、僕もちょっとなんか鼻汗かいてきた。鼻汗かいてきた。辛っ。全然大丈夫。美味しいです。瞳は見えないところに汗かいてるから。そういうことか。はいはい。なんだかな。瞳はんひーひーにするはずが、私ひーひー言いました。